ここから今度はじゃあ使うという項目に入っていきたいと思います。じゃあクイズやっていきたいと思います。皆さん丸か×かなんでどっちかに手を挙げてください。毎月残った金額を貯蓄していくと貯めていくとお金を増やしやすい、丸か×か。丸だと思う人。あ、いいよ、丸だと思う人。何人かいます。はい、×だと思う人。はい、ありがとうございます。正解はね、×ですね。ちょっと後でお話したいと思います。あーって使い方ってね、皆さんよく分かってると思うんですけども、皆さん英語やってるんで、ニーズとウォンツという考え方があります。必要なものと、不要な、欲しいものですね。欲しいものっていうのを、今自分が欲しいものが本当に大事なものなのかそうじゃないものなのかっていうのを考えてみましょう。そして大事なもの、必要なものを優先して買うようにしましょうというのがここの大事なところです。 でもこの考え方はすごく難しくって、皆さんが今、皆さん制服ですけど私服着てると思います。お洋服、ただ欲しいだけなのかもしれないですし、もしかするとどこかで大事な何かがあるから買う、必要なものになるかもしれません。その時々の場面とか状況に応じて必要なもの、欲しいものっていうのは変わる、同じものでも変わるんですけども、それをきちんと判断できるようになるというのも、この金融リテラシーというのはとても大事なことになってきます。そしてクイズのお話につながっていきますが、家計管理、さっきすることとっても大事ですよねというお話したんですけども、大人でも難しいです。入ってきたお金があって、出て先に出すものを出して残ったお金を貯めようというのはなかなかたまらないです。難しいです。なので皆さん、お給料とかバイト代もらったら、まずはいくらか別のところに貯めて、残ったお金で必要なもの、欲しいものを買うようにしましょう。こうすると貯めやすくなっていきますよというふうに言われています。そしてこれができるような仕組み作りっていうのも、今例えば銀行の別の口座にするとか、何か資産形成するとか、いろんな方法があるということで、これを意識してほしいなと思っています。じゃあ皆さん、このお金なんですけども、皆さん、ここはもうキャッシュレスでやってる方、使ってる方も多いんじゃないかなと思います。もともとお金の支払い手段というのは現金でしたけど、今IC カード、電子マネー、デビットカード、クレジットカード、 QR コード、バーコード決済ですね、いろんな決済方法があります。じゃあ皆さん、キャッシュレス決済してる方多いと思いますが、ちょっとメリットデメリットを聞いてみたいなと思うんですけど、キャッシュレス決済のメリット、何かこれっていうのある人いますか？はい、メリットは、まあ軽いっていうか、お金を、現金を持ち歩かなくていいから、まあ楽に過ごせるのと、まあなんだろう、強盗とかに合わなそうだから安全なのかなと思います。いいですね、現金たくさん持ち歩かなくていいっていうのと、まあ、ちょっと強盗に合いそうかっていうのはあれなんですけど、手軽だっていうのはありますよね。でもまあ持ってなければ強盗に合わないかもしれないですね。じゃあ逆に注意点これっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、じゃあごめんなさい、お願いしていいですか、なんかこれだと思う。詐欺に合いそう。あ、詐欺に合いそう。他は何かありますか？注意して、なんだろう、なんかそのキャッシュレスのそのものを一個なくすだけでめっちゃ失う。そう、危ないよね。確かにその通りですね。スマホを落としたら大変なことになりそうですね。落としただけなのに。本当ですね。注意点は、何かもしかしてそういう不正などの犯罪に巻き込まれるかもしれないっていうこととか、あとは使った実感が湧きにくいから使いすぎちゃうかもっていうのはありますよね。あとはお店によって使えないこともあるし、地震とか何か災害があった時には使えなくなるっていうこともあります。なのですごいキャッシュレス決済便利なんですけれども、メリットデメリットをよく知った上で、考えてほしいなと、使い方を考えてほしいなというふうに思います。